はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第4話ですね、やっていきたいと思いますので、次のマップへ進んでいきましょう。ごちそうさま、今日のランチも美味だったよ、ブルー。ありがとうございます、隊長。ごちそうさん、ブルー。お前さんの料理の腕、プロ級だな。蛍光食料にちょっと手を加えるだけであんな素敵な料理になるなんて驚きました。いえ、お口に合ったようで私も嬉しく思います。いやいや、料理のセンスが同じ世界からお前さんたちが来てくれて助かったぜ。何か言いたいことがあるのかな、ランド。そんじゃズバッと聞かせてもらうぜ。お前らはどこから来て、一体ここで何をするのが目的なんだ。ついでにどういう手段で転移してきた。そろそろそれを聞かせてもらおうか。さすがにいつまでも黙っているわけにはいかないだろうな。アドベント、私もランドさんもあなたがサイデリアルと戦うことには何の疑いも持っていません。ですがこれから一緒に戦っていく仲間として最低限のことは知っておきたいんです。仲間か、喜ばしいことだね。隊長、では少しだが私の話をしよう。私とブルーはこの地球とは別の地球から来た。そこはこの地球と物理的に近い位置にある。物理的に近いって？ってことは月の向こうぐらいにお前らの地球があるのか？本来ならはね。本来なら？私たちの地球、青の地球と呼ばせてもらうが、それはここ、いわゆる緑の地球と本来ならば同一の世界に存在するものだ。一つの世界に二つの地球だって？私やランドさんが飛ばされたあの時空振動の影響なの？そうだ。その時空振動、我々は新時空振動と呼んでいるが、あれにより青の地球は次元の檻、つまり隔絶された次元に閉じ込められた状態になっている。そしてその新生時空振動を引き起こしたもの、それこそがサイデリアルだ。え？じゃあこの世界を作ったのはあいつらなのか？そしてサイデリアルにはあのジェミニスも所属している。私は次元の檻に囚われた青の地球を救うために全ての元凶であるサイデリアルを撃つことを目的としている。待ってください、アドベント、あなたはどんな方法でこの緑の地球の存在を知ったというんです？それにどうやって次元の檻の中の地球からこっちに出てきた？全ては私のアスクレプスの力によるものだ。あの機体か、確かにありゃブルーの乗ってるやつとは別格のようだが、アスクレプスの力ならば限定的な次元跳躍は可能だ。私は青の地球を救うために何度か次元の檻を突破し周辺を調査していたんだ。単独で次元の壁を突破する機体、それを狩るお前はやっぱりスフィアリアクターなのか？その答えは少し待ってもらおう。もったいぶるなよ。それとも話せない理由があんのか？その話はもう一人のリアクターが揃ってからにしたい。もう一人の？そうだ、もうすぐ彼とも合流できるだろう。苦労か、そうすると。第4話、天秤の皿の上。苦労って天秤座だったっけ？忘れちゃったもん。クソ、サイデリアルめ、ここで我々を潰す腹か。随分と苦戦しているようだが助けはいるかい？主戦止め、誰がお前の手など借りるか。そうは言うがこっちにも事前事業をやっている余裕はねえんだ。おまけにお値段の方も格安サービスにしたつもりだぜ。しかし、分かった、俺も鬼じゃねえんだ。料金はさらに 10% オフにさせてもらう。だがまだ高い。だったら大負けに負けて 20% オフだ。でもめっちゃ値切られてんな。じゃあ 30% オフ、これでどうだ。うわあ、あ、この野郎、人が金の話をしているときに邪魔すんじゃねえよ。結局アクシオンに乗ってんなこいつ。あの距離を一撃で。金の心配はいいぜ。さっきのは俺の腕を見せるためのデモンストレーション、つまりロハだ。だから何とぞ契約の方を。さっきのだけではお前の腕は分からん。俺たちに雇ってほしければ奴らを片付けろ。要するに俺一人に全部押し付けるってわけね。いわゆる貧乏くし、これが俺のポジションってやつか。
だが奴らを片付ければ念願の契約ゲットだ。その時はきちんと報酬をもらう。さっきの 30% オフってのは何としてもしらばっくれてやるぜ。あれ敵いるの？おいといと、うん、これしかいないな。増援が出るね。そうするとアクシオスコート SP 全部弾か。とりあえず進んでいきましょうか。おお、ここから狙ってくるのか。千里の道も一歩から。やるぞ。どんな大きな借金もコツコツ返済すればいつかはゼロになる。まあ返済してってもまた借金たまりますからね。あいつはこの軽快な動きで仕事ゲットだぜ。このままじゃ本気で大ケラだからな。この距離ならこいつの出番だ。少女ミスワンショット切る。ここだ。おお、ワンショット消える。ここら辺に行くか。まあ 0% か。楽勝ですね。まだまだ。おいおい、増援の相手はいくらなんでも過剰サービスになるぜ。お、あれはファイアバグ。おお、ファイアバグだ。バグラーだと。つまり俺たちの仲間か。ファイアバグ、勝手に仲間扱いしてんじゃねえよ。もしかしてクロちゃん。いやー、奇遇だな。俺は二度と会う気はなかったかな。そう言うなって。俺たちも時空振動に巻き込まれてそれなりに苦労してんだからよ。ま、クロちゃんに苦労話ってか。ブブブブブ。なんだこいつ。俺の精神の安定のためにもさっさと黙らせた方が良さそうだ。待て、クローブルースト、お前に話がある。姫を失った我らにも生きるために必死なのだ。話ぐらい聞け。言ってみろ。姫を失い時空振動に巻き込まれた俺たちは生きていくために傭兵をやっている。雇い主はお前の予想通りサイデリアルだ。今さら正義だなんだってぬるいことを言う気か。こんな状況で生きていくには手段は選んでられないのさ。腕が立つやつは一人でも多い方がいい。お前も一緒に来い。気取ってんじゃねえよクローちゃん。お前は所詮俺たちと同じ種類の人間だ。それによ、サイデリアルにつきゃそれなりに報酬もいけるぜ。お、揺れてる揺れてる。相変わらずオケラ暮らしみたいだな。隊員ナンバー69、クローブルースト、俺たちと来い。拒否は許さんぞ。俺はもうファイアバグじゃねえ。俺の生き方をどうこういう権利はお前たちにねえよ。あくまで我々に歯向かうか。生き方を決められないのならお前の死に方を決めてやる。決定。お前はリンチの後に公主刑だ。そうと決まれば。あ、あいつやられちゃった。ここからは俺たちの流儀でやる。覚悟はいいな、クローブルースト。ファイアバグを抜ける者には死の制裁を。バカなやつだぜ。また俺たちと面白おかしくやってけばいいってのによ。黙れよ。何が俺たちの流儀だ。胸くそ悪い。勝手に俺をお前らのルールで縛るんじゃねえよ。天秤の皿に乗ってるものの重さを決めるのは俺自身だ。貴様、行くぜファイアバグ。お前らを片付けて俺は真っ当な手段で金を稼ぐ。それが俺の選んだ生き方だ。いずれかの味方で5期以上ってどういうこと。ちょっと見てみましょう。ターンが過ぎれば勝手に終わっちゃうってことかな。どうしようかな。集中をかけられんじゃん。お、 ACP ファイズがある。
飼い主がいなくてもろくな生き方をしていないようだな。元は同じ釜の飯を食った間柄だ。相手をしてやるぜ。働き口を見つけなきゃ借金返済どころじゃねえ。とっておきのコンバットパターンだ。円の動きで追い込む。夢は真ん中をぶち抜く。ダイヤバグのこの俺が、こいつは俺のお箱なのじゃ。ファイヤーバグも大したことないですね。 0% OK、 一撃では倒せないか。さあこのままガンガン行きましょう。ヘイヘイ、どうしたどうしたクロウちゃん。ご自慢のブラスターがなければ所詮はこの程度か。いや全然余裕だろ。笑わせんなよ。お前ら程度の相手にブラスターを持ち出す必要があるかよ。そうだそうだ。何？言っておくが、俺の握手はお前らのバーグラーなんか目じゃねえ。ご機嫌なマシンだぜ。なんて言ったってこいつはチーフご自慢のスコート SP だからな。言わせておけば。その可愛くないヘラズ口もここまでにしてやるぜ。待て、何か来る。黒い悪臭同士が戦っている。なんだ、ファイヤーバーグの仲間割れか。ま、見た目じゃそう言われても仕方ねえか。クロウさん、アドベントの言っていたもう一人のリアクターってのはやっぱりお前だったか。よう、セツコにランド、久しぶりだな。ここでこうして会ったのも何かの縁だ。手伝ってくれ。ファイヤーバグはサイデリアルに雇われているようだ。彼の申し出を断る理由はない。話がわかるな、あんた。頼らせてもらうぜ。ずるい、ずっこい。これじゃ集団リンチにならないじゃん。教えてやるぜ、ファイヤーバグ。軍を抜けた俺が得た力はブラスターだけじゃねえ。借金ですか？確かに戦う原動力になってたな。そうじゃねえよ。ここの答えは頼りになる仲間だろうが。何なんだ、この男は。彼こそ、私と彼女が探していた人物だよ。彼女？ふっ、揺れる天秤。どこだろうと、どんな時だろうと、君の意志は揺るぎないか。そんじゃ行くぜ、ファイヤーバグ。お前たちを片付けて契約金をたんまりいただく。全然自分だけで余裕なんだけどな。とりあえず倒していきましょう。ズレカの味方パイロットに敵を5機以上、一人でってことか。そうかな。ちょっとこのままいきます。じゃあとりあえずクロウで5機倒してみましょう。あれ、今何機倒した。5機倒したらすぐにあれが入るわけではないのかな。イーグルショット。姫、姫、いつかはあなたのおそばに。いつかと言わず今すぐ行けよ。なんとご無体な。虎は死して皮を残す。化け猫は死してバカを残すか。連中に引導を渡す役は俺しかやるしかないようだな。いまいちわからん。いいや、もう倒しちゃおう。サイデリアル、こうやってこの星の人間を自らに従わせるか。力で信奉者を集める。醜いな。クソ、メンバーさえ集まればこんな無様な集体を晒すことはなかったのに。これだ、あ、これブルーか。特に会話はなし。カートリッジ。チー、ファイヤーバグはまだ終わらんぞ。おっしゃ、片付いた。増援もないようですね。よし、これで契約金をバッチリゲットだ。
やっぱりお金絡みだったんですね。ま、否定はしねえさ。ブレねえ男だな、お前は。相変わらずなのはお互い様だ。ちげえねえ。そうですね。だが、クローブルースト、残念ながら今回の君は、ただ働きになる。な、君は私と一緒に旅をすることになる。そしてそれはトライアスコート博士の願いでもある。チーフの。なるほど、大体の事情は分かった。我々の話を信じてくれるのですか。なんだよ、騙すつもりだったのか。いえ、そういうわけでは。直感だが、そのアドベントって兄さんの言葉は信用できる。ついでに言っておくが、俺は勘の良さには自信がある。でも何度もトライ博士の罠に引っかかって借金を背負ってますよね。チーフは俺の直感を上回る存在なんだよ。勘弁してやれよ、節子。人間誰しも頭の上がらない相手ってのがいるもんだ。そうですね、ランドさんもメールさんがいると怒ると黙ってしまいますもんね。おう、まあな。そこまでにしておこうか、節子。で、アドベント、あんたトライアスコートを知ってるのか。青の地球では次元の檻を破るために何度か情報交換を行っていた。さすが隊長だ。超時空物理学の権威であるトライア博士とも接触していたとは。そこで君の話も聞いていた。君が彼女にしている100万 G の借金のこともね。え、まだ返済してなかったんですか。あのね、節子ちゃん、100万 G っていう金額はそう簡単に返せるような額じゃないんだよ。これでも俺はお前らがアビスを通って自分たちの世界に戻った後、はぐれ次元銃のバスターをして頑張って借金を返してたんだぜ。私たちが時空振動に巻き込まれたのは帰還直後でしたけど、どうやらそっちの世界と俺がいた世界では時空振動の発生タイミングがちょっとずれてたようだな。リー・ブラスターはどうした。店員に巻き込まれたのか。わからん、俺はその時スコート SP に乗っていたしな。どうしてリー・ブラスターに乗っていなかったんですか。実はな、あれに乗るとどんどん借金が増えていくのが分かったんだ。え、なんだそりゃ。それについては俺もあまり話したくねえ。とにかくだ、俺はいつか帰る日を夢見てこうしてこの世界で必死で生きてたってわけだ。借金を返すためにか。まあな、借りた金を返さないってのは俺の主義じゃねえ。クローさんはトライア博士やエスターさんのいる青の地球に帰るつもりなんですね。その時には100万 G の借金を耳を揃えて返すつもりだ。分かったよクロー、だがそれはこの緑の星のサイデリアルを打倒してからだ。そしてそれが成功した暁には報酬として君の借金返済の手助けをさせてもらおう。本当か。私は嘘はつかないよ。疑っているわけじゃねえが、以前に嘘つきにはひどい目に遭わされてるんでな。偽りの黒羊のスフィアリアクターだね。彼は惜しいことをしたよ。ちょうどいい、クローも合流したんだ。答えを聞かせてもらうぜ、アドベント。アドベント、あなたもスフィアリアクターなのですか。行動十二星座の名を持つスフィアを引き出す行動十二星座の名を持つスフィアの力を引き出すものをリアクターと呼ぶなら、私はスフィアリアクターではないな。含んだ言い方だな。すまない、私自身も自分とアスクレプスについてよく分かっていないところがある。君たちがそれぞれに自身のスフィアについて分かっていないように。アドベント、この旅は人類の進化を歪めるサイデリアルを打倒するためのものであるが、同時にスフィアというものを探求するためのものでもある。そのために俺たちを集めたのか。そうだ、私のアスクレプスにはリアクターを感知するシステムが装備されている。そしてサイデリアルがスフィアを研究していることも掴んでいる。サイデリアルが。我々の次の目的はサイデリアルのスフィア研究施設だ。うん、ここでクロウも仲間になって、まあ1話につき1人ずつ仲間になってきますね。でもまあとりあえずこれで主人公系は全員出てきた感じだから、まあ次からは物語が本格的に進んでいくのかな。というところで、じゃあ第4話はこれで終了したいと思います。